今日はすっぴんでした。すっぴんって書いとこ。やばい。あ、リップ塗った、リップは塗った。え、マジ二重幅って感じ。二重幅が2年半ぶりにアミさんのところに行きますので、お手柔らかに。ちょっと何してたの、2年半の2年半の空白期間は何ですか。待ってるやん、楽しみにしてます。最近新しいジーンズ買いましたか。買ってないかな、買ってない。でもズボン買った最近また。亀戸籍でひなの取り手取っていっぱい。え、待って、今日二重幅おかしいけど、その日はコンディションよくしとくから。頼んだ、よろしく頼んだ。トーク会とツーショット撮影の決済終了、ありがとう。待ってるよ。確実になったね、会うのが嬉しい。ひなのと会えるのが待ち遠しいでしょ。待ってて、楽しみに。ツーショット当たった、待ってる。思い出作りましょう。どっちの方がいい？こっちか。こっち。でもこっちも今日むくんで調子悪いんだよね。なんか普通に全部がむくんでる。今日顔一生一生むくんでるの。そんなのうち前に決まってるやん。その言葉を待ってました。そういうことを。そういうことをです。最近めっちゃショールーム人だな。いいね、いいこと、いいこと、いいこと。こんばんは、やっほー、やっほー、うん、最近何してたかないの。あ、そうだよ、今日告知が発表されましたね。また明日ツイートしようと思ってるんですけど、
テレビ愛知さんの方で武井壮の名古屋に前なっちゃいましたっていう、あの愛知の番組に出させていただきます。そう、いろいろねしました。楽しかった。めちゃくちゃね、みんないい人でね、超楽しかった。みんないい人でした。本当に出会った人みんないい人だったから、ぜひ楽しみにしてくれると。ひなののグラビアのやつは多分3月9のやつかなに乗るはずです。確かそう、地上波、地上波なの。地上波地上波だよ、みんな。地上波記念。前髪さ、なんかどうしよう、これから急に。そう、こうやってね、ソロでお仕事させていただけて嬉しいです。超楽しかったよ、超楽しかった。かゆい眉毛、眉毛かゆすぎ。すっぴんめちゃめちゃ可愛い、優しい、ありがとう。でもまだね、皮膚が今硬いんだ、なんか最近。皮膚が硬めね、嬉しい報告がいっぱいだね嬉しい、嬉しい。ショールームするとさ、なんか違うの、多分コメントが白いからかな、これ消すと多分。あれ、でもそんなことないな、さっきそんなにこんなに発光してなかったのに、また光がすごい、ここら辺の。え、まだかゆいの顔、なんかだいぶ収まったんだけど、まだかゆい、ツーショットが外れたの悲しい。他の日は会えないですか？他の日に来てください、待ってる。待ってます。最近みんなは何してるの？なんかお話しして、お話し会して、お話し会スタート。そうだよ、みなるんさんのさ卒業公演が決まって、嬉しい反面ものすごく寂しいから悲しい。なんとも言えない気持ちですね。でも楽しみ、楽しみはもちろんでかい、もちろんでかいけどっていうね。さっき26日の発見、あっ、髪フレかな。そうだよ、髪フレもありますからね。
皆さん神フレも楽しみにしててください。最後だよ、最後だから楽しみにしてて。ね、早いね、なんかあっという間だった、めちゃくちゃ。めちゃくちゃあっという間だったなって感じですね。まだ振り覚えてない？なんだっけ、かわいいて、うん、この世の正義、かわいいて、あなたが言ってね、見たかぞきゅん、それだけでみんな無敵になれるんだからね。タタタタンタン、これ友達にもらったリップすごいんだよこれ。いきます、押すと出てくんの、すごくない？で帰って寝る。すごいよね、めっちゃ可愛い。トーク会、通称トーク会撮れました。会えるの楽しみ、なのも楽しみ。もうすぐだよね、なんだかんだ3月とかに最初、ツーショットは5月とかだけど、他はトーク会は3月から始まるはずだから、楽しみですね。意外と早いね、意外と早い。やばい、目が。頑張ろう、頑張らなきゃ。頑張ります。話すことたくさんあるから覚悟しててなって、嬉しい、楽しみなんだが、楽しみなんだが、うん、みんなそんな話したいことあんの？楽しみなんだが、何やそれ、超嬉しい。ね、着る服決まったの嬉しい。毎日前みたいになんか何しよう何しようっていうドタバタがなくなった個人的にそれでかい。まだ決まったわけじゃないけど、全然映画めっちゃおもろかったよ、見てほしい。カッペイもうね、一生笑ってた、なんか最初から最後ね、なんかキャラが濃すぎてマジでって感じマジでみたいな。見てほしい。で最後マジみたいなそうなるのみたいな、面白い。なんか漫画がそもそも原作であるらしくて、それが見てみたくなった。数年ぶりにアミさんに会いに行ってしまおうか。会いに来てよ。なんで来てくんなくなっちゃったの？悲しい。
待ってる来て来てほしいな。ね、漫画ってさ、なんか映画では伝われられない、伝えられない、伝えることができない表現とかがあると、あるじゃないですか。だからその面白さもあるよね。なんか漫画は漫画じゃなきゃ分かんないやつもあるし、映画は映画でじゃないと伝わらないものがあるし、両方いいですよね。はい、はい、初めて参戦しますだって、嬉しい。待って、そう、漫画読むの苦手だけど鬼滅でそう思った。ひなの鬼滅でしか漫画原作のアニメ映画は見たことなかったんだけど、漫画は漫画でいいとこあるし、映画は映画で泣けるものがあるし、すごくいいなって思った。そう、それぞれの良さを知りました。教えてくれたのは鬼滅でした。東京リベンジャーズさ、まだ全然見てないんだよね。なんかもう悲しすぎて、悲しすぎて見てないのよ。なんかさ、お友達に連れられてきて行き始めて枚数増えてきたんだけど、嬉しいよ。なそれがひなのだったら嬉しい。なのは嬉しい。お友達ナイスお友達、なんか東京リベンジャーズはマイナのが大好きな人たちがいなくなっていくの、どんどん。マイキーのせいで悲しくて何とも言えない気持ち。別にマイキーも好きだから何とも言えないんだけど、でもマイキーって感じってなった。友達をひなの連れに連れて行きたい。連れてきてよ。なんか友達多いひなのの連、友達連れてきたみたいな、今日友達連れてきたよみたいなあマジみたいな、ヤッホーみたいな、あなんとか友達よろしくねみたいな、そのみんなで話すみたいな、もはやグループトーク。ファンが人数増えた番みたいな、メンバー2人とかやってファン2人でひなの1みたいな感じ。ウォッチだけどいい？気にしないよ。一対一の方がゆっくり話せるでしょ。そうでしょ。ひなのと待ち俺らに連れてきて止めてるもん、ひなのがマジで来ないでって言ってでもいつか来るんじゃない、いつか来るんじゃないかな、えマジでひなのマジで行くからみたいな、ひなのが辞めるまでに1回は行くって言ってたから、いつ書くんじゃない、わかんないけど。でも言わないよ、ひなの友達がいたなんて絶対言わないよ。でもまだ誰も来たことない。青海連打はもともとぼっちだったの、最近知り合いました。そう、そうやって帰ってくの、みんなひなのの連に来て友達増えてなんか帰ってく。いや、ひなのは出さない、友達が来てもあ、初めましてっていう初めましてっていうよ、ちゃんと。
髪色飽きたんだよねてか結構プリンになってきたから髪の毛変えたい髪の毛変えたい。ショルム見てたらアン同士の名前も覚えるね、覚えちゃうよねそういうのね。ありそう。ひなの推しの人たちは面白いから楽しい。まあ推しに似るって言いますからね。初期はあんなに面白くなかったはずです面白さが開花されたのはひなのと出会ってからです。そういうことにしときましょう。俺は子供連れて嬉しいんだけど子供連れてきてくれんの絶対可愛いんじゃん。なんかさ最近さなんか YouTube のさショートみたいなあるやん。でなんか多分 TikTok に載っけてたやつを多分ショートに乗っけたりとかあるんだけど、そのショートを見るとさ子供が出てくんの。もうめっちゃ可愛くてマジでもうね食べちゃいたい。もう可愛すぎて、うん、やりたい可愛い。めっちゃ可愛い。今日さお母さんとさ買い物に行ったんだけど、その時にね子供がねそのカートのさところに座ってて、でずっとさあーって言ってんの。めっちゃ可愛くてマジで何あの生き物みたいな。もうねやばかった可愛すぎた。ずっとあーって言ってんのめっちゃ可愛かった本当に。ナノレーンに行き出して割と真面目に人生変わりましたよかった。一人の人生を変えれたみたいなのはそんなきっかけになれて私は光栄です。仕事なんで離脱しやす。ありがとうございました。バイバイ。お仕事頑張ってね。すごい今9時45分だよ。かわいそう。頑張ってね。ピザ食べに行けました。見たよ。ピオメールに載っけたでしょピオメールは悪用しないでくださいでも嬉しい。ひなのが行ったところを言ってくれて見てくれてる証拠ですね。みんなが楽しそうで何よりです。こんばんは。眠いな。もう遅いもんね。9時46分今。遅くなりました。全然遅くないよ。まだね始めて30分くらい結構やってた。多分30分くらいかな。あまだ20分くらいか。20分くらいでした。大丈夫。遊びに来たよ。だってお話ししましょう。声だけで来週は神フレかなね。楽しみにしてて。ゴルフは2回だけ行ったことあるんですよ。打ちっぱ。その話したことあったっけ、わかんないけど2回だけあって。そうだからこの機にまたちゃんと
ゃんとあれですね、ハマりたいなって思って、なんか上手くなりたい、普通にコース回るのが普通に楽しかった。そう、友達みんなゴルフやってんの、なんかハマって、ハマってんのよみんな。だから一回連れてってもらったけど全然できなかった。つながってゆくはずだった未来、楽しかったんだよ。でもあれ持ってないのにな、何もゴルフグッズ何も持ってないからさ、集めないといけない。まずはあれ、バットみたいなやつ、なんていうの、あのパターとか、なんていうんだ、クラブ、クラブ、クラブから揃えなきゃと思って、出てこなかった。アイアン聞いたことある、なんか言ってた、アイアン、アイアンがなんとかみたいな、でも分かんないんだよね全然。なのはドライバーを打てるようになりたい。一番いい音が鳴るあれ、ゴルフした感すごい、すごいなって感じ。でもなんかさ、めっちゃあるやんゴルフのさ、あれ打つ種類、その違いがいいのには全くわからない、マジで。いいなの、本当に飛ばない、マジでボールに当たったら奇跡みたいなレベル。英語禁止、いいよ、で今から英語禁止で。7番、分かる、今のもゲームでしかやったことない。来週の土曜日、来週の土曜日って何かあったっけ、最初の土曜日なんかあったっけ、記憶にございません。来週の土曜日あー、ん、あーあー、髪触れね髪触れだよん。みんなが髪触れ髪触れって教えてくれた。やばい、ネイル変えなきゃ、やばい、めっちゃ伸びてるもん。なんかまだバレない、この色だから
バレないけど。あ、そういうこと？英語でした。英語はそっか、紙触れってでもカタカナだから英語じゃないよ。そう、伸びてきたから変えなきゃいけない。ネイルは英語、確かに。むずい。無理だ。紙フレはカタカナだからいいの。カミングフレーバーは英語。その違いです。フィナピオだって初見。ありがとう。そうだよ、紙貼るって結構めんどくさいとこあるから気をつけて。みんな痒い。紙貼るのライブ見たことない人っているの？こん中でいますか？あ、見たことない？見たことない人意外といるんだ。まあそりゃいるわな。いるよね。ぜひもしまた機会があったら見に来てほしい。面白いと思う、我ながら。おつみ見に行きますねって。来てよ、来てほしい。劇場で多分紙フレがライブすることはないんじゃないかな、多分。でもまたね、いろんなところでライブができるようになるといいね。危うく椅子が当たるとこだった。喜べ。もっと喜べ。ひなのはね、大阪とかでやってみたい。次は関東の方と、あとそれこそさ、なんか東北の方もやってみたい。新潟とか。セルフカットミスった、慰めて。セルフカットしたの？すごいね。なのね、髪の毛切れない。前髪もね、前髪自分で切ってるけどね、最近。いやもうマジでうまくいったことないから大丈夫。それでひなのはね、人前に立ってるんだ。だから安心して、大丈夫。髪の毛は伸びます。自分の前髪ね、まだ理解できてないからね、仲良くなれないのよ。だからダメ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 です。はい、伸びない人もいるらしい。確かに
確かにとか言って、でもさ、それが当たり前になるんだよきっと。だからあるうちはあるうちに楽しんで、すべて慣れですね。ね、北陸行きたいんだよね。こんばんは、26日7年目で録画しますね。見て見て、録画して、絶対にテレビ愛知です。え、そういうのね、悩んのね、生誕祭出るんだよ。不仲なんだけど、そう、今絶対出ないと思ってたんですけど、なんか急に悩んから、なんか、あ、アーミー、そういえばなんか生誕のやつ、アーミーの名前言っといたから出てね。あの人マジでツンデレが過ぎんかみたいな。ツンデレが過ぎるよね。大好きやんみたいな。おやすみなさい。おやすみね。いい夢見てください。本当に好きだよね。なんか生誕祭はメンバーが決めれるのと、あのその子が仕事とかもあるからランダム性だったりとか、なんか人によるんじゃない、わかんない、悩んにそうやって言われたりなの。そう、まつげだけはね、唯一ね、救いだよね。ちゃんと上に上がってくれてるからありがたい。なのこれでね3人目かな、今月生誕祝ってんの。キミちゃん、ヨマルさん、なんやんかな。3人の誕生日祝う。 S マジで生誕さ多い。マジで一生生誕だもん。一生生誕してる。ひなの絵手紙書くやん。マジ手紙のセンスあんのかないの。照れる、無理、照れる。なんかむずいよね。なんかさ、盛り上げようと思ったらさ、盛り上げるのが話題になって、すごいガヤがすごいみたいな。ガヤがすごいってさ言われるからさ、本当に困っちゃうよ。本当にどうにかしてください。なんか面白いこと、なんか喋らなきゃみたいな感覚になっちゃうんだよね。喋んなきゃみたいな気持ちになって、なんか喋っちゃう。これがひなの悩み、最近の。なんか、ひ
でもそんなに頑張らなくていいんだよって言いたい自分にいいんだよみたいな、もういいんだよ静かにして別にって言ってあげたいぐらいに喋ってしまう。ちっちゃいことは気にするな。マカチコマカチコ。優しいなピアノママにやってほしい。ありがとう。ちょっと悩んだ時は静かにしてみよう。一回挑戦してみるわ。一回挑戦しよう。静かチャレンジ。静かちゃんになってみる。無理だね無理かな無理かな、やってみる。一回挑戦してみるか、見ててみんな。マジで楽しみにしてて。開始10秒で無理だと思う、言い過ぎ30秒は任せて。30秒ね。え、悩んにもなんで喋んないのって言われたら、いや今日は悩んが主役なので、私が喋るなんておこがましいですってちゃんと伝える。できなのかな、どう思う？なんかさ、もう分かんない。でも前髪生やしたくないんだよね。これは前髪にするべきなのかな。昨日までとどこか違うね。出張で九州に来てるから悩ませていけないから、あとはひなのに託して。 OK、 ひなのがみんなの分まで祝っとくわ、任せて。もう少し前髪増やすのもあり？けど増やしたら増やしたら減らしたくなんだよね。そういう過程で生まれてきました。でもここはさ、こうやってかけた時にさ、こっちとこっちの長さ違うよね。こっちとこっちのね、髪の毛のね生え方が違うの。マジでこれはみんな、ここだけの話、ここだけの話ね、内緒だよ。あ、出てきた出てきたってことは、これとこれは同じかって言ったら、次はこれとこれの量も違うけど長さもちょっと違う。難しいでしょ。そういうのな、希少なんだよね。でも最近なんかそんなことないよかなって思えてきた。根拠はないです、もちろん根拠もないんですけど、ね、もう今の髪の毛の色変えないの、もう飽きた、この色。無理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 。昔さ、一回さ髪の毛明るくしたのよ。いつかな、マジ昔でもないんだけど、それを今見るとなんかあれ、あの時はえ待って明るすぎんと思ったけど、今見るとなんか別にそんなに、別に似合う、それもそれで似合ってないみたいな気持ちになるの。
これとかめっちゃ明るくない？見える？見えないね。絶対見えるか。暗いね。明るくした方がいいのか。見えないね。見えるかな？なんかさ、あ、いけたいけた。これこれこれ結構明るくない？見える？結構明るいんだよ。わかる？本当見えちゃうけどさ、そう、この時結構明るかったりとか、この時は確かダブルカラーしたんだよね。だからもうあのそっとブリーチしないで明るいとこまで明るくしてもらったかな確か。そう、それでこんなに明るいんです。そう、ちょ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 、夏が来るから海へ行こうよ、ちょっとだけ立ち止まって迷いも。でも髪の毛も切りたくなるの最近。ほらこの時とかめっちゃ短い、見えないよね。はじめまして、初見の方ありがとう。今は昔を振り返ろうのかい。ほら昔もなんかさ短くていい感じじゃない？どう？えいなの昔お腹引き締まりすぎて死ぬんだけど。え、すごい。え、なんでこんなに痩せてたんだろう。めっちゃガリガリなんだけど。え、お母さんに送ろう。え、ほっそ、怖い、細すぎて怖い。すごい。え、何があったのってぐらい細い。今こんなんじゃない。いつだこれ。これはですね、去年の夏前、夏前です。ほんとお母さんがクイレスゴーってきた。マジでやばい。見せてあげたい。見せないけど見せないけど見せてあげたい。見てこれ可愛くない？見えない。ひなのとお兄ちゃんの写真かわいい。ぎゅうして寝てるの。チョコレートディスコ、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 ディスコ、コ、コ、うんうんうん。クイレのは送りません絶対に送らないです。え、この時もねちょっといいなと思ってんだよね。ちょっと待ってね。
去年のね濃い落ちフラグらへんの髪色、この時はめっちゃハイライトとか分かりやすかった気がする。確かこの時もお気に入り、だからいろんな色にしたいんです。私いろんな色にしたいんです。こんばんは、やっほー、いらっしゃい、いらっしゃい。でもこの時はマジで前髪が皆無すぎて、マジで本当にどういうことみたいな気持ちになる、この時の見てると。え、でも成人式の日は漏れたんだよね、謎に謎にね、前髪の量多いんだけど、なんか漏れたの。なんかないかな、漏れてる写真。今漏れてる写真探してる、成人式の日の。成人式だからさ、めっちゃパッツン、成人式の日見て、わかる？ほらめっちゃパッツンじゃない？めっちゃパッツン。パッツンもいいよね。パッツンしようかな。ね、パッツンいいよね。迷う。お前は絶対嫌だ。これお前、ギリお前じゃない、まだギリお前じゃないんだけど、でもこれはね髪の毛結んでるからいい説もある。昔めっちゃ前髪皆無、マジで怖怖すぎ怖すぎ。女の子期待してる男の子、お願い思いが届くようにね。これだよ。おでこ出しはねできない。なんかこういう配信とかはさ、なんか全然たまにするけどさ、なんかライブとかはねできませんね、さすがに、さすがにね。今日前髪切ろう、飽きたから、今の髪の毛なのね。前髪ね流すのに似合わないんだよね、大して。今すっぴんだから余計にしたくないですね。そういえば思い出した、危ねえ危ない。ね、自分で切っちゃう、なんかめんどくさくて。じゃあこれが3000人いったらやめようかな。今日はただただ内容のないみんなでおしゃべりしようの回でした。パチ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 。どうでした皆さん。これが皆さんにとっては無駄な時間って言いますが、私にとってはすごく有意義な時間を過ごすことができました。次いつまた会えるか分かんないんですけど、またお話
話できる会があったらまたその時にお話をしたいと思います。皆さん言い残したことはないでしょうか。大丈夫ですか。今日一日で一番有意義な時間でした。本当にみんな優しいんだから良かったです。もうみんな有意義だって。最高じゃん最高じゃん。いっぱいあるけどまたね。本当か。あ、大学校配信やればよかったね。確かにそれは内容ありすぎたわ。もっと早く言ってよ。4月初めまでに50キロ台かな、わかんない、ごめんなさい、勝手に50キロとかにしちゃった、ごめんなさい。応援してほしい、頑張ってね。50目指せ。50めた甘いのお願い思いが届くようにね。そう、 iPad だから今日もね、だからできんの大富豪。え、青梅家なくなったの、見てみよう。ギルドマジで言ってる、それ無理。青梅家なくなったの悲しい。青み家作るね。一から青み家を、家庭を築きたいと思います。ありがとう。ということで一旦ランキングを読みたいと思います。みんな強くなって帰ってきて、2年後にまた会おうだよ。2年後に強くなってまた会いましょう。それでは読みたいと思います。まずは13位、もうパンダくん、こうやってランキングを読んだのは初めてな気がします。ありがとうございます。なんとなんとこうやって新しいお客さんがショールームに遊びに来てくれて本当に嬉しく思うので、また暇なお時間があったらぜひぜひくだらない話をいつも適当にやってるので適当に見に来てください。ありがとう、嬉しい。また遊びに来てね、バイバーイ。そして12位は、あ、マジシャンみたいな格好の、ありがとうございます。もうすぐねトーク会も始まるので、いつねまたやるか、トーク会が皆さんにある時期はまあ紙触れかトーク会かバスケかみたいな、いろいろそこら辺かなって感じなんですけど、お話できる機会がまた増えることは嬉しいことなので、また皆さんにお会いできるの楽しみにしてるので待ってます。ありがとうね、ありがとう。そして11位はなおさんのアバターの方、ありがとうございます。本当に今日はこない内容ないんですけど、いつも内容ないんですけど、基本たまに大事な日があったりするんで、だからまた遊びに来てくれたら嬉しいです。あと常にこのすっぴんでメイクショールームしてるわけでもないので、またちゃんとアイドルの顔したショールームをやる時もあるので、そんな楽しみにしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。まだねー、ありがとう。そして10位はこれはピンクのクマちゃん。ピンクのクマちゃん、ありがとうございます。本当になんか今回は普段ねこうやって読まない方がたくさんこうやって遊びに来てくれてるのでめちゃくちゃ嬉しいです。またねいつでもやるので、また遊びに来てくれたら嬉しいです。全然
見に来てくれるだけで嬉しいので、まあね、もし暇さえあればコメントしてくれたら嬉しいです。ありがとね、時間を割いてみんなありがとう、楽しかったです。そして絶対順位が変わったので、さっき12位の人読んでないので、あのピンクの、あピンクじゃないひなぴよアバターの冬バージョンの方ありがとうございます。そうだな、ライブが26日にあって、なんかなんだかんだ踊るのが久々な気がするんだよね。スケイとしては最近ずっと踊ってないし、髪触れとしてしか踊ってないんだけど、2月は多分初めての皆さんの前でのライブになると思うので、だから私たちもラストなので、すごい皆さんにね、この3回目という成長した姿を見せれるように頑張りますし、もしね機会があったら遊びに来てくれたら嬉しいです。ありがとう、ありがとね。そしてそして13、12、11、19はひなぴよサマーバージョンアバター、ありがとうございます。あとはツーショット会もね、今回ありまして、今回は私はデニム衣装かっこ仮と花冠をかぶる予定なんですけど、ツーショットでね、またみんなと思い出でツーショット記念イエーイみたいな感じで楽しめたらいいなと思いますし、もう私もなんか久々なので、本当に研究生以来なのでやるのが緊張するんですけど、でもみんなと楽しめたらいいなと思ってるので、もしねまだ応募しないな、そういえば久しぶりにななちゃんに会いたいな、もっとひななちゃんに会いたいなと思ったら、ぜひぜひお待ちしておりますので、また遊びに来てください。待ってます。ありがとう、ありがとね。そして8位はひなひなアバター、ありがとうございます。そう、今回のシングルは選抜ではないんですけど、ジャナイロマンティックの方でセンターをやらせてもらって、でそれでね PUA の方もあるので、そちらの方のチェック、いつ公開さ、多分3月9日に PUA が公開されるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、そちらの方もちゃんと表題曲も大事なんですけど、ちょっとカップリングの方も大事というか言わないんですけど、あんまりでもカップリングも結構大事にしたいっていうか、ちょっと見てほしいなっていうところがあるので、ちょっと頼みましたありがとう、ありがとね。そしてあ、ひなのアバター、あなんか書いてあるな、そういえばさっきからなんか書いてあったかな、もしかして、ちょっと待ってね、なんか書いてあったかな。7位の方、マラソンからのトークガイドやん、あ、そっか、ん？マラソン？走るってこと？もし走るってことでしたら頑張って、私が遠く外からパワーを送るので、ぜひぜひ頑張ってください。いいね、みんなもなんか今年は趣味を見つけて、その趣味に熱を加えたいと多分日本語間違ってるんですけど熱を加えたいと思ってます。目指せ資格取るありがとう、バイバイ。そして6位の方は、じゃあミスった、あ危ない、決済忘れないようにする予定です。めっちゃ当たり前なんだよな、ぜひね決済は忘れちゃダメ。まあね、本当にわかる、ひなのもねめっちゃ嫌なんですよ、決済がこの世で一番嫌いなんですけど、でもやっぱり欲しいし、それが欲しいからいつも泣きながらね決済ってしてるんですけど、なんか難しいですよね、なんとも言えない気持ちだよね、マジでそれは分かりすぎる普通に。そうだけど、やっぱりなんかお互い楽しみたいじゃんみたいなそうだから、そこはね別に無理してとも言ってないから、別に
だからぜひできる範囲で決済してください。お願いします。忘れずに忘れないね。ありがとう。バイバン。そしてそしてじゃじゃん。5位はひなののおかげで錬金の疲れが癒されました。あー嬉しい、ありがとう。そんなね、みんなの癒しに慣れていることが嬉しいです。なので私も本当にね、みんなとこうやって話してるのはすごい好きなので、まあ一人で喋ってるだけなんですけどそれをねみんなが聞いてくれて嬉しいです。またねいつでも話しましょうね。楽しみにしてます。ありがとう、ありがとうね。バイバイ。そしてそして今日は、あ、紫ガエル、ありがとうございます。いやまた話は戻るんですけど、やっぱジャナイロマンティックってやっぱりなんかやっぱバレあのバンテリンドームとやっぱちょっとコラボするっていうか、なんか結構良くないみたいなとこがあるので、やっぱりこのチャンスを逃してはいけないと思うので、皆さんやっぱりここはたくさんたくさんいろんなとこで歌えますようにっていう願いを込めて、皆さんもたくさん愛してあげてください。よろしくお願いします。ありがとう、バイバーイ。そして3位はお、ピオ泥棒、ありがとうございます。最近はね、あ、そう思いました。そう、地上波テレビのあのテレビ愛知さんの方で、その前乗っちゃいましたあの方で、あの今回ね私ソロで SK48 としてはソロでお仕事させてもらったんですけど、本当になんか楽しくて、声が出ない楽しくて楽しくやらせていただいて、なんかもう本当にもうとりあえず見てほしいみたいな、なんかバラエティってこんな感じなんだみたいな、なんかそう難しかった意外と。だけどすごいね、本当にみんなが優しかったの。スタッフさんも優しくて、そう出演者の皆さんも優しくて、本当に私はシンプルに楽しんだかな。そうだからまだ不慣れな部分はあると思うんですけど、温かい目で、あっ、熱々の目で見てください。楽しみにしててね、26日だよ。ありがとう。そして2位は、お、初期アオバッター、ありがとうございます。あとなんか告知、あとはカッペイが3月ですね、3月に確か公開なので、すごい本当に面白くて、初めて試写会っていうものを行かせていただいたんですけど、すごい面白くて、私あんまりコメディがメインのその映画を見たことがなかったので、ちゃんと多分ね、ちょっと覚えてないんですけど、そう、そのそれであのすごいね面白くて、本当にずっと笑ってたの。あ、でも今日から俺はもう見たことあるわありましたそうあるんだけど、だけどそうやってね、あの今日から俺はさ、ドラマとかで知ってたから見たけど、あのカッペイはその原作とかも知らない、何も知らないままで見たんですけど、でもそれでも初めて見ても面白かったから、そうだからこれは本当にみんな見たことない人も楽しめる、そうだからぜひぜひ見てみてください。おすすめです。女も男も楽しめると思う。笑いあり笑いあり笑いありって感じですありがとう、ぜひ見てみてください。ありがとうね。そして1位はと、初ツーショットなんか準備ありますか。そうですね、もしツーショットで、ツーショットをで準備するものは笑顔、第一に笑顔ですね。笑顔と愛です。愛を持ってきてください。そして思い出、そして4つ目にポーズそうだからポーズはまあどっちでもいいみたいな感じですね、正直。
ポーズは持ってきても持ってこなくてもいいです。でもみんながやりたいポーズがあるんだったら全然何でもやるので、まあ何でもでもないんですけどやれるものはやるので、なのでぜひね笑顔を持ってきてください皆さん。マスク越しにから伝わる笑顔、やっぱマスクだとさみんなさなんかあんま伝わんないじゃん、笑顔こうやって笑ってもまあ分かるけどさこの下の顔かもしんないじゃん。だからもう笑顔だよこの下は、笑顔ですっていうような笑顔を持ってきて練習してきてくださいいいですか、楽しみましょうね。ありがとう、ありがとうね。はい、そして3535人の方も見に来てくださってありがとうございました。ありがとうございます。またねショールームするので、もし暇な時間があったら遊びに来ちゃってください。ありがとうみんな。みんなの目元笑うから分かる。そうだね、確かに目元めっちゃ笑うでしょ今。でもこの人真顔にしてみろ、これ笑ってるように見える？これ笑ってない実は。待っておもろい。これ笑ってるように見える？これ笑ってる？もう正解、これ笑ってましたバイバーイ。この下真顔なのおもろいね。じゃあねっていう話でした。バイバーイ。